パンジ川は、アムダリア川の主要な支流の一つである。アフガニスタンとタジキスタンの国境をなし、バフシュ川と合流して、アムダリア川となる。ピャンジ川とも言う。延長は1159キロメートル。タジキスタンとアフガニスタンの国境を流れるパンジ川の源流は、ヒンドゥクシュ山脈のワフジール峠から発するワフジール川である。これに奥数川が加わってワハン川となるが、 すぐにパンジ川と名前を変える。パンジとは5つの意味であり、パミール高原の氷河や万年雪などから流れ出た4つの川が次々と合流する。パンジ川は、タジキスタンのゴルノバダフシャン自治州とアフガニスタンのバダフシャン州の間の鉱山地帯を西に進み、途中で北に大きく向きを変えて長い距離を流れていく。その後また南に向きにを変えると、高山地帯を抜けて、 タジキスタンのハトロン州に入る。ハトロン州とウズベキスタンのスルハンダリア州の間は、パミールアライ山脈から南に行く筋もの市脈が走り、市脈と市脈の間に盆地が広がる複雑な地形となっている。アムダリア側が最初に出会うのは、アフガニスタンのタハール州からハトロン州に広がる盆地であり、その西にはクンデューズ州から広がる盆地がある。 この辺りはいくつもの川が合流する地域で、まず北からキジルス川が合流し、次に南から国茶川が合流する。北からバフシュ川が合流するとパンジ川はアムダリア川と名前を変える。パミールハイウェイパンジ川はソ連時代に戦略的に重要とみなされ、1980年代のソ連のアフガニスタン紛争では軍事戦略上重要な役割を果たした。 ありがとうございます。